クライナ、ロシア参加ならボイコットのニュースです。これは山本さんどうしましょうか、ウクライナとロシアの関係は、オリンピックに。そうですね、結局 IOC 自体も、はい、このスポーツと政治の絡まり合いについて の、ええ、あの明確なスタンスがまず作れていない状態のままもう100年もやってきているんですけど、そうですね、はいはい、そういうものの、その矛盾したものがこういうところに現れてきていて、結局なんかこうロシアの選手たちを、まあある程度ナショナルなものから引き剥がして出せば、まあいいじゃないかという考え方と、いやいやでもそれはロシア人たちが出るんじゃないかと言ってウクライナ怒るわけですけど、まあそういう形で、でもスポーツと政治っていうのは一度たりとも切り離されたことなんてないんだっていう立ち位置から、うん、もう一回こう IOC もそうだし、うん、伝えるメディアの側もスポーツと政治は常に重なりながら、はい、これまでも続いてきたものなんだから、そんな綺麗にね決着がつかないっていうところから議論をちゃんとした方がいいんじゃないかなっていつも思いますね、これが出た時はね。ロシアが一度個人参加っていうことになりましたですよね、うん、ロシアの旗を使わない、国旗を使わないで、国家も使わないで、うん、個人参加をするって言ったんですけれど、それロシアだけじゃなくて全国で 全世界の国々がやればいいじゃないかって僕なんか思ったんですけれども、うん、なかなかそうはいかないですね、うん。まあ、国別のね、メダルの競争っていう、もうね、伝統芸がずっと続いているので、なかなか切れないですよね、そこからね。本当は違反ですけれどもね、うん、これも昔、東京オリンピックの終わった後の評論で、石原慎太郎さんが書いておられたんですが、表彰式での国旗と国歌はやめた方がいいということを、石原慎太郎さんがきちんと書かれてます。これはすごいことですね。小林さんいかがですか、これの今回は IOC が迷走してますよね、はい、明らかにね。そうですね、ウクライナ侵攻の時にはそのロシア、ベラルーシを、まあ、排除するって言ったことに始まって、はい、で今回はなんか受け入れるみたいになっていて、完全にこう方針を変えたというふうに見えちゃうんですが、僕はすごく、まあ、暴論を言いますが、はい、今 IOC がやるべきことはIOC がパリオリンピックをボイコットすべきだと思うんですね。だって世界は平和じゃないんだもんって、こんな平和じゃない世の中でオリンピックなんかできるかって、これを IOC に言ってもらいたいですね。そうですね、オリンピックを運営してる人がオリンピックできないぞって、これはさあ、そうだ、私東京オリンピックの時それを思いましたですね。もう東京みたいに次から次に不祥事が出てきて、それも差別意識を持ってる人たちがどんどんオリンピックに関わっていたって、そんな東京にはオリンピックやらせないぞってYOC が言えよというの、それと同じですね、小林さん。そうですね、結局 IOC もなんだやっぱり商売守りたいのかって言われちゃいますよね。はい、ああそうですね、もう見え見えですね、見え見えですね、山本さん。まあ小林さんのおっしゃったことって僕全然暴論じゃないと思うんですよ。なるほど、まさに正論で、はい、もし IOC がこの先もオリンピックをやりたいっていうんであれば、うん、まあもうそれやるしかないですよね、今回はね。そうですね、うん、いや僕いいアイディアだと思います、 IOC がオリンピックをボイコットするっていうのは、ね、はいはいはい、私も賛成します、はい、ありがとうございます。ということで